中居正広のニュースな会から始まったオリジナルの絵本を作る大型プロジェクト。物語の脚本を書くことになった古市さん、今回はそのストーリーをみんなでチェックするお話。出版社もアンアンやターザンなど人気雑誌を手掛けるマガジンハウスさんに決まり、どんどん夢に近づいていますね。マガジンハウスさんが協力していただけるということで、本当に本当にできるんですか？本当にできます。雑誌が多いので、うん、絵本出すときにいろんなそのね、アンアンとか、うん、ターザンとか展開ができるじゃないですか。中居さん使って。え、どういうこと？まあ、中居さん展開で宣伝ってこと？社長がムキムキになってターザンの表紙をやる。ちょっと待ってください。申し訳ない。あのさ、そういう展開をちゃんと報告、なんだろう、相談してからにしてほしいな、展開とか。いや、もうアンはもう一生出ないと思いましたから。いや、もうさすがに出ないでしょ、アンは。なんでですか？いや、もういい年齢だし、うん、そんなでかい扱いじゃないですよ。あれ、勝手に表紙とかじゃないですか？全然4分の1ページぐらいの表紙。そして肝心な絵本の内容、古市さんが書いてきたストーリーを3人でチェックします。脚本お疲れ様でした。いや、もううるさいんで、もう作ってきましたよ。いや、うるさいんでってどういうことよ。あれ、なんか2冊あるけど、え、2つも書いてきたんですか？2つ、うん、中田美園さんとありがとうバージョン。絵も入ってんじゃん。ではそのラフでこれ入れました。こんな感じかな。なんか絵がさ、しっかりしてない？こんなうまいんだ。これ一回読むの？読まないと、せっかく書いてきたんだから。読むの？読まないで決めるってないでしょ。しっかりと読み込む2人。さて、感想は？読みました、僕は。あ、僕も読みました。はい、面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。しっかりしてます。どっちがいいか。まずは友情をテーマにしたお話から。だから、この間劇団が言ってたように、絵本の文面は読んでる子供は基本的にはそんなにわからない。そんなにやっぱ読解力はないと思います、うん、子供なんで。そう、絵本でもいろいろあって、本当に言葉がすごい少なくてシンプルなね、絵だけの絵本もあれば文字が多い絵本もあって、うん、だからも対象にも多分ねよるんですよね、きっとね。もうちょっと、うん、シンプルな方がいいかな。ちょっと難しいと僕は思います。絵本にするにはもう少し分かりやすいストーリーがいいみたい。では、ありがとうがテーマのお話は。僕やっぱこっちのありがとうの方が好きなのが、絵が楽しそうと思ったの、うん、ワクワクする、ね、絵本としてね、うん、このビールでできたお家とか、うん、こういうのってなんかすごく絵本っぽくて、うん、いいなと思った。もう世界観はやっぱりでも劇団というのはありがとう、うん、確かにのんびりランドを作りたいんですよね、なんか最終的には。そうですよ、だってずっと言ってるじゃん。これはまだ最初の第一歩ですからね。のんびりランドとか、その楽しい遊園地的な意味で言うと、このありがとうの方が絵的には多分。でもそしたらさ、いや、俺はもうなんかもうなくすものがもう辛くて、どっちかってなって、これもう上下感でいいんじゃないですか。中居さん、今回は一冊だけですよ。二冊目もできるといいですね。でも単純にプロの目線も聞いてみたいですけどね。どっちがいいですかって。全然わかんない、うん、ということで、この後2人はマガジンハウスへ。でも残念ながら今回はここまで。